はい、常広です。ですね、今日もね、結構なんか読んだ本の感想みたいな話をちょっとしたいと思います。今日取り上げるのはですね、こちらですね、検証、ナチスは良いこともしたのかというね、ワナミブクレットっていうね、まあ、あの古き良き左翼の伝統みたいな感じのレベルから出ている本です。まあ、あの今ちょっと嫌味なこと言っちゃったけど、これすごい良い本です。もともとね、なんかほら、今さ、ほら、なんか何ツイッター上とかにさ、ネット右翼とかね、まあ、今に始まったことじゃないんだけど、まあ、湧いてるわけですよね。で、そこでさ、ほら、まあ、そういった人たちって何かこういう、なんかこう、てか定番のものになんか意外なところからツッコミを入れるみたいなことで自分の知的優位を確認したいという、こう欲望にまみれてるわけですよね。やっぱりコンプレックスが強い人たちだから。で、そこで、いや、なんかナチスってなんか意外とね、アウトバン建設とかいいことしてんだよねみたいなこと、なんか一概にね、全体主義とか言って批判するの良くないよみたいなことを結構言いたがる人って多いわけですよ。で、そういうのってさ、あの、なんかやはりこう、あのアメリカだと例えばトランプみたいなやつなんてこうすごい利用されてるわけですよね。で、あの、で、そこで何かこう、あの、そういった流れの中で結構炎上した経験もあるらしいね。結構あのナチスドイツの研究者の結構二人組がね、小野寺さんと田野さんという二人組が、いや、本当にナチスは良いこともしたのかどうかって、今ぶっちゃけ、あの、かなり研究進んでいて、まあ、結論が言うとほぼほぼしてないというか、まあ、基本してないんですよね。で、なんかそのことを結構丁寧に検証してる本なんですよ。だからこの本読むとね、あの、やはりね、あの、最新の研究だとね、あの、いかにこうナチスっていうのがね、まあ、ナチスってほらなんかさ、もちろん基本的にはもうどうしようもない奴らで、まあ、基本的に戦争犯罪集団なわけなんだけれど、あの、結構ね、なんかあの、なんかドイツにとって役立つこともやったんだよっていう、あの、綺麗なナチスとかね、正しいナチスみたいなものもあるんだよっていうことって、わりかしに戦後ずっと言われてきたんだけど、それがね、あの、なんかこう研究が進めば進むほどどんどん嘘であることがね、なんかこう判明していったっていう歴史があるわけです。で、そのことを結構紹介する本なんですよね。で、あの、さっきのね、アウトバン建設とかね、あと卒業対策で効果があったとかね、あの辺の話って、ほぼほぼ嘘なんですよ。嘘というか、もうほぼあれ俺詐欺なんですよ。で、あの、アウトバン建設は多分ほとんど、あの、失業対策効果もなかったし、アウトバン自体がそんなにね、ナチスの時代に結構有効に活用されなかったっていうか、うまくいかなかったっていうのがまず前提としてあるし、あと失業対策みたいなことに関して言うとね、なんかあの、まあ、その前の政権がやってたことをそのまま継承してるだけであって、ほぼあれ俺詐欺だって、このあれ俺詐欺めっちゃ多いんですよ。あの、この本読むとよくわかるけれど、ナチスって。なんかね、あの、前の政権がやっていたりとか、なんか他の国がやってるのを丸パクリしてるとか、なんかこう、あの、別にどの政権がやってもこれ以外手がないだろうみたいなこととか、普通にやってるだけの活動、いや、あれ俺たちの超手柄っすよみたいなことを、もうあの、プロパガンダで結構国民に印象付けて求心力を確保してきたのがナチスだという。むしろね、なんかナチスのね、結構本質っていうのが、そういったあれ俺詐欺的なね、あの、プロパガンダにあるってことを結構丁寧に検証してる本で、そういった意味ですごい僕は勉強になりました。あのね、やっぱり言ったもん勝ちの世界っていうのは、なんか今に始まったことなく、まあ、これね、割となんか世界史詳しい人みんな知ってると思うけれど、やはりこう20世紀ってやはりこうメディアによってね、なんか情報の共有によってやっぱり社会っていうのが、あの、本格的に動き始めた最初の時代で、やはりあの、なんかこうニュース映画とかね、ラジオなくして全体主義なかったって言われてるわけですよ。で、だからやっぱりプロパガンダっていうものが、むしろこう、あの、その全体主義運動の本質になるってことはすごく納得力なのね。結構なんか割と僕が主戦場にしているメディア論とかの立場から見てもすごく説得力のある議論が展開されていて、非常に僕は勉強になりました。でね、こういう本すごい大事だと思う。あのね、こういう本をね、バカにする人嫌いなんですよ。何当たり前のことを確認してんだみたいなことをね、言う人っているんだけれど、僕は大事だと思ってる。で、それ、まあ、なんでかっていうとさ、なんかさ、あの、結構情報戦戦ってるわけなんだよね。あの、こういう歴史修正主義者っていうのは、なんか最初から勝とうと思ってるけど、泥狙いなんだよ。だから世界には結構いろんな解釈があるんだから、南京大虐殺はなかったということを信じてもいいんだみたいな方向に持ってって、自分たちのお客さんに本を売ろうとしてるわけなのね。あと自分たちに投票させようとしてるの。だから最初から泥狙いなんだよね。だからなんかこう歴史に泥はないんだみたいなことっていうのをちゃんとベタに言っておくってことは結構大事なわけ。ね、少なくとも今証明されている資料に基づいてちゃんと証明されているものに関しては絶対これありえないというラインは引けるわけなんですよね。で、そのラインからするとナチスが良いことをしたなんてとてもじゃないけど言えないということをすごい丁寧に書いてある本で、こういうことすごい、俺、僕はね、こういう仕事をバカにしちゃいけないと思っています。で、ただね、あの、その一方でちょっと思うのがね、僕の興味でちょっとずれたところにあってね、あの、なんでね、なんかこうナチスは良いこともしたのかという人は思ってしまいがちなのかというところに僕は興味があるんですよ。興味がある。あの、つまりさ、なんかさ、あの、これってなんか人間の心理としてはね、すごくね、なんかありがちなことだと思っていて、例えばさ、なんかヤンキーが意外とおじいちゃんに優しいとか、子猫を世話してたみたいな話とかみんな好きじゃない。だから何か、まあ、人間の結構ね、結構バイアス、なんか脳のバイアスとしてね、なんか良かった探しをしがちなんだと思うんだよ。ものすごくひどい状況の中にも希望があったとか、すっごい悪いやつにもちょっと人間の心があって優しかったとか、なんかそういった話っていうのを結構信じたくなるバイアスってものがあって、そういったのにつけ込んでね、結構歴史修正主義者とかね、なんかこう、あの、
割となんかこう陰謀論を唱えて、自分のね、政治的な動員、あるいは経済的な動員っていうのを成功させようとする人たちって、そういう人間の心理に結構つけ込んでいるんだと思うんだよね。だから何か、僕はこういった、ベタにそれは間違ってるって言い続けることは絶対バカにしちゃいけないと思ってる。なんかちょっと変なようになっちゃった。なので、だこういう本っていうのは本当にどんどん広めていくべきだと思っていて、皆さんもね、うっかりね、いやなんかナチスっていうのは別に一概に悪いとは言えないんだよみたいな話とかを、なんかツイッターとかね、YouTube とかで読んでうっかり信じたくなっちゃったら、こういう本絶対読んだ方がいいと思うんだけど、その一方でね、なんかね、なんかさ、なんかナチスに騙される人間でトランプにも騙されるんだよね。一言で言うとね。で、つまりさ、なんかさ、ほら、これ逆のことも言えてさ、これ今右の話をしたけど、左の人もそうでさ、なんかほら、放射能の人って反惑になりがちじゃない。だからなんかこう、世界を陰謀論的に見ることによって、自我を保ってる人っているわけね。だから世界には、なんかその隠されたカードがあって、それが、なんかこう、場に引っ張り出されて表になることによって、世界観を全部覆るんだっていうような物語を信じないと、何か心が安定しないというか、社会に対してちゃんと向き合えない人っていうのはやっぱり一定数いて、で、そういう人たちがいる限り、絶対にこういった、なんかこう歴史修正とか陰謀論とかね、そういったものってやっぱなくならないんだと思うんだよね。だから一個一個こうやって潰していくっていうのももちろん大事で、僕は絶対これは否定しちゃいけないと思うんだけど、それだけじゃ多分足りなくて、何かね、こういったなんかこう陰謀論的に世界を見ないと心が安定しない人っていうものをどうケアしていったらいいのかとかね、なんかもうちょっとマシなものに寄りかかってもらうにはどうしたらいいのかみたいな、やっぱ社会的法説の問題なんだと思うんだけど、まあそういうところもすごく真剣にちゃんと考えなきゃいけないと思うし、まあ、そういった人たちがなんかこう社会的に影響力を持ちすぎないようにしなきゃいけないと思ってる。つまりさ、これって僕のフェイクバスターズっていうね、なんか NHK のなんかインターネット上のフェイク情報っていうものに対してね、どう市民が自己防衛したらいいのかとか、社会がどういうふうに取り組んでたらいいのかっていうことを議論する番組、まあ、不適番組なんだけど、その MC をもう2年間3年ぐらいやってるんだけどさ、まあその立場からやはりこう考えても、やっぱ日本立てで考えてるからね、やっぱ一個一個潰していくっていうね。だからファクトチェックセンターとかがさ、なんか立ち上げの時にちょっとうまくいかなかったのでバカにする人多いけど、あれ本当に良くないと思う。あれは絶対に必要なの、ああいうのはね。うん。で、一個一個潰していくっていうのもすごく、フェイクを潰していくっていうのもすごく大事なんだけど、その一方で、何かこう、やっぱフェイクに寄りかからないで生きてない人たちのメンタルのケアをどうしたらいいっていうのかっていう問題と、そういったなんかこう人たちが社会に影響力が過ぎないように、つまり今の SNS の構造とか情報環境っていうのを考えると、簡単にそういった人たちが監禁できるのね。高額なセミナーに連れていくとか、変な本を売るとかね、し一票にもすごい変えることができるわけなんだよね。でトランプがそれをやって大統領にまでなったわけなんだけれど、でだからその中でちょっとやっぱり心の弱い人を動員するツールとしての SNS の力が強すぎるんで、それをどうなんかこう制限していくのかっていうことを、つまりさ、なんかさ、例えばさ、カルト規制法みたいなものってやっぱり海外であったりするわけね。だから、もちろんカルトの定義って難しくてさ、こっからここまでがカルトですということを、何か実際に、何かこう、例えばこうさ、やってることだね、こういう言葉で人を脅して物を買わせたら、それはカルトですとかね。そういったなんかこう、教義の内容とかではなくて、実際に信者勧誘の手法だったりとか、何かこう、売ってる商材の性質だったりとか、そういったところで、これはカルトだり、カルトないという線を、まあちょっとなんか危ういところもあるんだけどね、引いて、で、そしてなんかちゃんと法規制をかけていくみたいなことでやったりするわけじゃん。で、同じようなことを多分ね、インターネットのね、こういったね、なんかこう、情報弱者ビジネスみたいなものに対して、かけることができないかっていう議論を僕始めた方がいいと思う。まあ、始まってるんだと思うんだけれどね。うん。で、だからこのね、なんかね、2本柱、3本柱でやっていくっていうことが結構大事かなというふうに思ってます。なので、これ繰り返し言うけれど、何かね、こういった取り組みをね、笑う人っていいの。やはりこう、なんかさ、一生懸命さ、なんかとりあえず何かやった人に対して、いや、それじゃ不十分だよっていうやつ、マウンティング取ることで自分を賢く見せようとする人って、すごい簡単、たくさんいるわけです。それなんでかというと、インターネット上で自分を賢く見せるためにコストパフォーマンスがいいからなんですね。後出しじゃんけんでね。それはさ、なんだって不十分だよ。例えばさ、俺の本とかだってもさ、なんかさ、百科事典ぐらい長いもんだったらその議論をフォローできるけどさ、別に一冊の限界ってあるわけじゃんみたいなところで言って、うのの議論には丸々が足りてないとか言って、親子をするような方とかいるわけなんだけどさ、まあ、何々が足りてないって、やはりさ、究極的にはさ、すべてのさ、行動とかに対してさ、言うことができるから、やはりこう、バカの武器なんだよね。バカがプライドを保つための武器なんだよ。で、なんかそういった意味でさ、まあ、こういったね、なんかね、ベタな啓蒙ってね、いや、それってさ、結局さ、陰謀論を信じたがる人のさ、
心の弱さを克服するのは意味がないでしょうみたいなことっていうのを言ってマウンティング取るやついるんだけど、そいつは本当によくない。やっぱりこういった試みは応援しなきゃいけないんですよ。でこういった試みを応援した上で彼らを支援するためにこそ、そのなんか陰謀論や歴史修正っていうものにこに惹かれてしまう人間の結構メンタルの怪我をどうしたらいいのかっていう問題と、そして彼らが影響力を持ちすぎない、やはりなんかこうまあ、情報そのものの規制というよりはその情報を使ったね、なんかこう商売とか商標の規制というものをやっぱり考えるってことの、なんか2本柱3本柱でいくことが僕は大事だなというふうに結構思っております。なので、皆さんはね、いやナチスって意外とねいい仕事もしてるんだよみたいなことを言ってね、なんか居酒屋とかでねなんかマウンティング取ろうとしてしまって、まあ、そういう欲望を抱いてる時点で俺はなんか人間としてアウトだなと思うんだけど、そういうふうにうっかり言いたくなっちゃったら、これ読みましょう。ナチスは良いこともしたのか、当然していません。はい、宇野恒大でした。